私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。知ったかぶり、琵琶湖の日クイズ。それでは早速問題です。琵琶湖は昔何と呼ばれていたかというとニョロミですが、そのニョとは何のこと？カイツブリ。正解。ちびつぶりすごい。第2問。幽霊の洗剤などが琵琶湖に流れ込んだことであるものが発生して大問題になった。それはこのうちのどれじゃ？赤潮。海で発生する赤潮が1977年に琵琶湖にも発生したんじゃ。驚いた県民が琵琶湖を守るために立ち上がった。それが発端となって琵琶湖の日ができたのじゃ。そうなんだ。じゃあ琵琶湖の日っていつ？7月1日。7月1日、琵琶湖の日を PR して歩く安野さん琵琶湖一周200キロ里の旅。今日はどんな出会いがあるのかな。琵琶湖一周200キロ里、9日目。今年のアンギャは琵琶湖大津プリンスホテルの屋上からスタートしたよ。この日はここから。今年もありがとね、おかげさんやで。応援ありがとね。会えてよかったわ。お待たせやったね。その歩き方、わしの歩き方あったね。あー来てくれてありがとうね。お気に。おはようだ。あら、何のチーム？みんなあの兄弟だそうです。すごいな。ビッグマミーやん。うん、開いて見せて。あ、厳重に折りたたんでる。秘密のことが書いてあるのか。これわしちょっとあんなってなんかこうタックル話しかけてるような。実はわし足痛いねんってのか。感情がこもってますね。いや感情たっぷりの書いてくれて。今日この子誕生日なんですよ。祝ってもらっていいですか。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。おめでとう。ここ北平から出発したいと思います。イエーイ。ベトさん、ありがとうございました。行ってきます。よし。
ここはいつも走らなあかんさかいな。おいしょ。また坂が死んだ。長い坂やな。ご苦労様でした。まだまだ工程長いと思いますけど、頑張ってくださいね。ありがとね、色川さん。なんか降りてきそうや、上から。僕はどんな目で見てたの、お父さん。なんか変だなと思って。変だなと。一緒にやろうよ。はい、どうぞ。あ、よかった。ダンシング、ダンシング。お父さん、ほっとしたらまだ僕やってくれるな。ほんまや。よかった、よかった。ペース早いですね。ほんま。風に乗っていくわ。向かい風やな、やっぱり。ちょっと向かい風ですね。大顔面に受けるからな。行ってきまーす。おじー。わしがおなするわ、はい、せーの、でーん。
まんまじゃ、まんまじゃないですか。全然笑顔になってないから。もう一回行きますね。もう一回行きます。せーの、でお、タックル。はい。急にジャジャーンと目の前に大見舞子のモニュメント出てきたね。すごい目立ちますね、このモニュメント。うわー、来た。あー、これ見たわし、ソフトクリーム食べたらんねや。コーン逆さになってるみたいな。あー、ほんまですね。埋まってる。ヤスのおっさん、ビワイチヤンギャ、次回もお楽しみに。皆さん、ありがとうございました。忍者ガーに会える津山サービスエリアで5月28日土曜、29日日曜に登場。撮影できる、レシート提示で対決できる。勝ったら忍者ガーバッジ当たるよ。登場は3回。チャネするんでしょう。どうせまた飲みすぎてえずくんでしょう。運動はスポーツ中継見てるだけ。そいつはまずいよ、血だらけ体操。脳の生活習慣病。体がパンクする前に運動で予防しよう。ビバビおばあさんのビバビバおみくじ。どのキャラを選ぶ？おい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 、おっ、おほー。どうじゃった？毎年検診に行こう。どうじゃで？自覚症状がなくても病気が進行している場合があるのよ。検診で早期発見しましょう。元気やからこそ大事やね。のエンディングはこちら。京都駅の0番ホームは東急がよく止まるから、なんとなく落ち着かない。そこに草津線のオレンジと緑の電車がトカトカ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てな。